ロシアの博物館、ロシアの軍事、戦争博物館、クビンカ戦車博物館、クビンカ戦車博物館とは、モスクワ郊外にある、クビンカ基地の敷地内にあるロシアの戦車、装甲車両の博物館である。世界中から集めた300両以上の戦車、装甲車が展示されており、世界中で、ここにしかない車両も多い。モスクワ近郊のクビンカは、 第二次世界大戦前より、旧ソビエト連邦の走行車両中央研究所及び、そのテストコースの所在地であり、現在の博物館の展示車両は、その資料として、収集、保存されたものが核となっている。1972年頃に、走行車両中央研究所施設内に保管されていた、車両を展示品とする博物館として整備され、始めたという。 当初は全車両が野外展示されていたが、1975年に軍のハンガーを利用して多くの車両を屋内展示するようになった。長らく軍部や軍需産業関係者など一部の人々しか参観することができない施設であったが、その後一般公開されるようになった。西側にその存在が知られるようになったのはグラスノスチ以降のことで、 それまで西側では現存していないと思われていた各国の装甲車両や知られていなかったソ連の試作戦車などの存在が明らかになった。革命戦争期に使われた第一次世界大戦形の戦車はじめ、古今東西の戦車、装甲車両300両以上を所蔵し、イギリスのボービントン戦車博物館と並ぶ世界最大級の戦車博物館となっている。 軍の研究所、試験場の付属施設であることから、第二次世界大戦前からのソ連軍の装備車両の、ほか、その試作車両も多数所蔵している。さらに、敵国、仮想敵国からの路角車両の評価試験も行っていたため、第二次世界大戦中のドイツ軍ほか、数軸各国の車両、朝鮮やベトナム、中東、 南米等で入手した冷戦期の西側各国の車両も多い。また近年は海外の博物館との交換で入手した車両、ロシア領内で発掘された対戦中の車両等もあり、所蔵車両はなお増加している。以前は塗装やマーキングが交渉を考慮しないものであったが、ソ連崩壊後は各車両のレストアも進み、改正されつつある。 クビンカ戦車博物館にしか現存しない、クーゲルパンツァー現在、展示車両は、7つの展示館に収容されているほか、若干の屋外展示がある。展示館は、よりなる。対戦中のドイツ軍の超重戦車マウスや、カール自走急砲、33バイト突撃風評砲、VK30112.8 センチメートル自走砲、ミーネンロイマー、 開発経営、首都不明の、クーゲルパンツァー、旧日本海軍の特に式内過程、旧ソ連で、各戦争下での行動を想定して設計された、試作銃戦車オブイエークト279、ミサイル戦車 IT-1、銃戦車イズ -4、イズ -7 他多数の試作戦車など、ここにしか現存しない車両を多数所蔵していることも、大きな特色である。 区民会駅より無料のシャトルバスが運行、帰りも30分間隔でバスが出ている。かつては入場に際し、外国人は10日以上前に申請が必要とされていたが2015年現在では事前申請もなく、撮影料込みの入場料1200ルーブルを支払うだけで許可される。この場合ガイドはつかないが自由に行動できる。 毎朝10時より開館だが、月曜日は定休日なので注意が必要。ありがとうございます。